2011年6月、構築中のスパーミュークスパーミュークは、ライプニッツ研究センターに設置された、スーパーコンピュータの名称。2012年6月のトップ500で4位となった。ライプニッツ研究センターは、ドイツのガーヒングバイミュンヘンにあり、ペタフロップス時代における長期的な、コンピューティング能力を提供する予定である。スパーミュックは、ホーキシリスタンスレックナーバイエルン2の、 後継で、ライプニッツ研究センターは、ヨーロッパのスーパーコンピューティングの中心となる予定である。拡張されたハードウェアを設置するため、センターのインフラは20回以上にされる。ハードウェアとジムスペースのための追加ビルディングは建設中である。2012年6月18日に、ドイツのハンブルクで開催されたエスックにて発表されたトップ500リストでスパーミュックは4位となり、 ヨーロッパで最速のスーパーコンピュータとなった。またスパーミューックは世界のインテル互換系システムとしても最速となった。スパーミューックは2012年夏に完全稼働を開始する予定である。なお、マックの記号はミュンヘン国際空港の空港コードに由来している。スパーミューックは千四百五十六コアのプロセッサテラバイトのメインメモリ。 IBM GPFS ファイルシステムベースの1 2イトのハードディスクを搭載し、ピーク時性能で約3ペタフロップスを予定している。プロセッサは18,432のインテル、ジーン、サンディブリッジ EP プロセッサを IBM システム X、アイダタプレックスサーバーで稼働させている。スパーミュークは2010年のアクウェイザーで初めて使用された。 新方式の冷却装置を使用している。IBM は、プロセッサの冷却に、水冷の直接冷却を採用し、さらに温水を使用して、再利用する設計により、冷却の電力消費を40%削減できると、している。インターナショナルスパーコンピューティングコンファレンス、ハット IBM プレスリリース18、順2012、ファーストコマーシャルホットウォーター。 クルドスーパーコンピューター2コンシューム40%レスエネルギー IBM プレスリリース IBM ビルズ3ペタフラップコンピューター4ジャーマニー s p ミュックとビ o be worlds fastest system hathttp コロンスラッシュスラッシュ w w w レンドット i b m c o m スラッシュプレススラッシュでスラッシュでスラッシュ PRESSRELEASE スラッシュ 33222.wss ありがとうございます。